久保さん今回はったりの流儀にしましょうかはったりの流儀 <laughs> まあ確かにね久保さんの言う通り、そりポーカーフェイスだったりとかあの手持ちの奴隷カードでもあなんだ、えー、大富豪に勝つっていうね方法はあるんですよだけどそのしゃなんだろうな戦略というか まあ一言で言うならば、うーん、なんだ、俺奴隷カードだから絶対勝てないよ。俺なんか勝てないよ。俺なんか無理だよ。奴隷カードを持ってる。えー、バ馬場を持ってる。ああ、俺には無理だ。無理でしょうね。うん。だから勝ち方はあるけど、うん、勝てないっていうね。結局、その、何が良くないかっていうと、 その自分はこうだったからこうだ今までできなかったからこうだ自分には夢が叶わない自分には無理だっていう風にその奴隷カードの奴隷みたいなね <laughs> これこれいいな奴隷カードの奴隷っていいですねそうだから久保さんのハッタリの流儀で言うならば、えー、広島のナンバーワンですみたいなね <laughs> ナンバーワンどっから出てきたねみたいなね <laughs> もう完全ハッタリですよね僕もハッタリですよ まあ、はったりというかキャッチコピーなんですけど、10億稼ぎましたっていうね、あの、最初出た時はそういう文言を結構使いました。10億稼いだと。でもこれ割ると大したことないですよね。あの、年商1億円を10、年商1億年を、1億を10年以上みたいなね。あの、13年ぐらい僕やりましたんで、割ったら大したことないって。でも10億稼いだって言ったら結構パンチありますよね。まあ、はったりなんですけど。そう。 だそれが、ね、月間で10億とかね、年商でなんだ、ね、年商で10億も、まあ、中小企業だったら、まあ、ぼちぼちですか中小企業だ、まあその規模によって変わりますよね。例えば、その街の商店街で年商10億だったらすげえなってなるわけですよ。だけどこれ、大企業と戦ったら、年商10億で何言ってんのって話なんですよね。上には年商1000億とかね,ねあの、アップルとか1兆円とかですよ。 トヨタとか1兆円ですよ <laughs>、うん、まああのグーグルは2兆円ですかねアップルも2兆円ぐらい上げてんのかなもう1兆超えてますからねだからソフトバンクも4.9兆円だったかな5兆円よくわかんないですけど <laughs> でも年商10億ってもうなんかカスみたいなもんですよね <laughs> そのだから戦えるフィールドってあるんですけどただそのどうハッタりをかますかっていうのが非常に大事ですね多くの人は奴隷カードの奴隷ですね、うん カイジの僕好きなところってどんな逆境になってもめちゃくちゃ考えてあのいろんな策をね練るんですよみんなね、あのー、考えないんですよ思考停止するんですよ俺には無理だっていう無理だと思った瞬間思考が動かないんで無理だからだけどカイジは何かないか何かないか何かあるんじゃないかとこういう方法はどうなんだみたいなねいろいろ考えて逆境を乗り越えていくんですけど そうだから久保さんもねなんであのー、ねマージャン店で借金まみれで復活したのかっていうとまあ、はったりですね完全に <laughs> はったりかましたっていうでもこれ結構一理ありません全部ではないですけど少なくても広島のナンバーワン即賀宿ですっていうふうな触れ込みって多分結構なあの刺さったと思いますよ うん、特に広島,し広島に住んでる人からするとね、広島でネットビジネスを教えてくれてる人もいないし、広島でナンバーワンかっていう風に、まあ、はなんかわかりやすいですよね。誰もいないしねそう。僕は鹿児島ナンバーワンは使わないですけどね。うん、僕はね、うん、俺がナンバーワンだと。<laughs> ね、鹿児島とかじゃなくて、俺がナンバーワンだっていうね。俺ほどやれる、やれるやついないナンバーワンですね。僕は。 動画本数こんだけやれるやつはいねえだろは一番でやっていきますけどいってらっしゃい。